元温泉旅館の下宿ゆらぎ荘。彼が住むことになった部屋には一人の幽霊の少女がいた。さらにゆらぎ荘の住人もちょっと変わっていて、何が起こるかわからないドキドキな毎日が始まることに。週刊少年ジャンプのギリギリを攻めるちょっとエッチな温泉×幽霊ラブコメディ、ゆうなさん。2018年夏テレビアニメ放送開始予定。